今回 K1 に初参戦が決定いたしました日本北斗会館小宮山浩介選手の登場です。最後センターのビデオカメラに目線をお願いいたします。ありがとうございます。どうぞご着席ください。それでは前田プロデューサーとツーショット撮影を行います。前田プロデューサーとツーショット撮影を行います。お二方改めて最後センターのビデオカメラにも目線をいただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。それではご着席ください。それでは前田プロデューサーから小宮山選手参戦の経緯をご説明お願いしたいと思います。はい、小宮山選手の参戦経緯についてご説明させていただきます。まず小宮山選手が所属する北斗会館から参戦希望の申し出があり、 K1 実行委員会では小宮山選手の契約について問題がないかを確認した上で6月24日からの試合出場契約を結びました。小宮山選手の参戦でアンダー60キログラムはさらに激しさを増していくと思います。この一戦に期待しています。ありがとうございます。それでは K1 初参戦となりました小宮山選手の対戦相手を発表いたします。対戦相手は K1 ワールドグランプリアンダー60キロ王者、日本 K1 ジムチームドラゴン、浦部宏隆選手です。ではセンターのビデオカメラに目線をお願いいたします。ありがとうございます。どうぞご着席ください。それでは前田プロデューサーからこの試合の見どころを伺いたいと思います。はい、K1 アンダー60キログラムの世界王者となってから連敗中の浦部宏隆選手、9月に行われる世界最強決定トーナメントに向けて現王者としての試練の一戦となります。対戦相手は他団体のトップとして活躍してきた実力者小宮山浩介選手になりました。ハイレベルな攻防に期待しています。ありがとうございます。それでは両選手から意気込みを伺ってまいりましょう。まずは小宮山選手お願いいたします。どうもご紹介いただきました小宮山浩介です。ですね、まあ、今回の、浦部選手との試合に至りまして本当に、いろいろな方々の、ご理解とそれからご協力の本当おかげで今回
こういった、ね、試合ができることに本当に感謝の気持ちでいっぱいです。6月24日、本当楽しみでワクワクしてます。練習も頑張ります。おっすありがとうございます。それでは浦部博隆選手お願いいたします。はい、6月はちょっと休もうかなって思ってたんですけど、オファーもらって対戦相手が小宮山選手って聞いてやろうと思いました。小宮山選手は他団体の、トップファイターでもあり、僕も空手出身なんですけど、空手界の、スーパースターで、僕も小さい時からよく知ってる選手なんで、こうやって決まって嬉しく思います。はい、ありがとうございます。続きまして質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手にてお願いいたします。岩手熊駒です。小宮山選手をお聞きしたいんですけども、平和への出場というのは、北斗会館の方から申し入れがあったということなんですけども、なぜ、平和への出場を希望されたんでしょうか。ですね、僕はもう本当にこの60キロ級という階級を極めたい、ただそれだけの気持ちです。はい、そこで対戦相手として現チャンピオンが用意されたことについてはどう思ってますか。いやもう本当に非常に嬉しく思ってます。本当に K1 の、関係者の皆さんには本当に感謝の気持ちです。はい、頑張ります。どんな印象をお持ちですか、浦部選手には。そうですね、僕は兄弟対決とかも実は見てて本当に感動して、あ、すごいいい兄弟だなって。僕も兄弟いるんで、なんかいろんな僕の気持ちの中で、ありまして、でその時の勝者のお兄さんの、浦部選手、はい、試合したいなって思いました。はい、すみません、ファイターとしての印象をお願いできますか。ファイターとしての印象ですか。いやもう本当に、スピードがすごい速い。はい、あと、蹴りもすごい、左のミドルですかが印象的です。はい、今まで上がってたリングと K1 だと若干ルールが違うところあるじゃないですか。それについてはどうですか。そうですね、でもその辺は特に、はい、気にはしてないです。はい、浦部選手をお聞きしたいんですけども、初参戦ということでその外敵というイメージがすごく強いと思うんですけど、田中のチャンピオンですし、はい、そういった選手をこう迎え撃つ立場としてこうどう思ってますか。そうですね、誰が何と言おうが K1 のチャンピオンは僕なんで、チャンピオンとしてしっかり仕事したいと思ってます。他にご質問のある方。小宮山選手、初参戦ということで、K1 ファン、K1 の、60キロの選手たちに、何を見せたい、何を見てほしいと思ってます。そうですね、僕っていう自分のファイトスタイル、他の選手とはまた違ったファイトスタイルなので、そういったところを見てもらいたいですね。はい、もちろん代表ということではないとは思いますが、ライズでやってきたことを背負うというような、気持ちというかつもりはあるんでしょうか。そうですね、その辺に関しては、ただ僕は本当に
この60キロ級を極めたいので、まあ、そこら辺に関しては本当に一番強くなり、一番強いっていうのを、見つめていきたいですね、はい、ありがとうございます。他にご質問のある方よろしければ質疑応答を終了させていただきます。それでは続いてフォトセッションに移らせていただきます。ありがとうございます。それでは両選手ご講談ください。ありがとうございました。